田、はい、さんメッセージありがとうございます、まあ、どこに住むかというテーマでいただきましたけども、まあ、どこに住んでいても、まあ、できる時代なのかなと思いますよねえ逆にここに住まないといけないっていう風な縛りっていうのがあるのがものすごいリスクだと思うんですよどこに住んでもいいしどこに住んでもいいような暮らしを送んないといけないかなと思いますよねそれをね私学んだのは平和公園でホームレスをしてる時なんですようんなんかね ホームレスっていうと家がないっていう風うな感覚なんですけどもまあそのね広島のホームレスの中でよく話してたのはこの空が屋根で地面が床でって感じなんですよねそう地球が私たちの家だからあのわざわざねあのコンクリートやあーそれから木造で作った四角い箱の中に自分を押し込めてしまうのはいやもったいないよねっていう話なんですよでホームレスをしてるとんなんかその自然災害にも強いんですよね実は だからねなんかね,んかね家がないっていうのは実はものすごいリスクヘッジになるんじゃないかなと思ったりするんですよでビジネスなんですけども私はですね y o u t u b e 一本やっていてこの1年半、まあ、2018年2019年ね YouTube だけをやって日本全国各地をつつうらうら海外まで行ってますけども毎日収入がありますね毎日ですよなんでしょうかね それ YouTube でしょうね、やっぱり。YouTube、で放送している日本全国各地に行く海外にも行く飛行機に乗っている時も朝起きた時も,も温泉に入っている時もずっと収入があるんですよ。ネットワークビジネスとかねなんかあの不労所得なんとかっていうふうなことをちらつかせる人もいますけども私はそういうのを特にね好んで。 まあ探しに行ってるわけではないんですよ。そっか塾ってものを中心に自分の思い通りに活動している。うん、だけなんですけどね。ま、そっか。塾の中でね。ものすごく大事にしてるのはクイックレスポンスってことなんですよ。すぐに反応するってことですよね。うん、私はあの吉谷さん以外にも動画の。こういう風うなキャッチボールをしてる方がいて、やっぱりね。毎日のね。動画本数ってやっぱ気がついたら結構なものになってるんですよ。 まあ少なくても10本は毎日してて多い時はやっぱり30本以上ね今でもしてるんですよね他の方ともこうやって動画の個人メッセージのやり取りしてまして毎日やっぱりねご質問のメールが50通60通っていう時期はもうなくなりましたけどもそれでもね30前後は毎日あるんですよ30前後のメールに、まあ、文章で返す時もありますけども動画で返信しているとで一般公開してないですけどねそういうのはやっぱりあのお相手がいることですからでもたまに一般公開するんですよ まあどん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 動画増えていってその動画のもう忘れられたような私ですら忘れたようなところから「動画見ました」とかね「いろいろ見ました」「そっか塾は何ですか?」みたいな感じで来るという風なねもうこの動画をたくさん作ることによって SEO も動線も興味づけも教育もセールスも完了してるっていう状態が今私は作られているのかなと思うんですよね。 それがねやっぱりね数千本3,000本とかのレベルに来た時にやっとそういう風になったのかなって気がするんですけどもどうですか何本あたりでなったのかちょっと私もね覚えてないんですけどもね、まあ、少なくとも5,000本動画をアップロードした人っていうのは何かしらのね売り上げ上,上がってると思うんですよ、うん、で逆に売り上げ上がってないとしたら売り上げを上げるように意識して改造することができると思いますんでむちゃくちゃチャンスだと思います、まあ、そんな感じでねどこに住んでも、うん、お金にはなるしどこに住んでも生きていけるよということでございます えー、なんか収入源の近くに住むっていう人はなくて地球から収入を上げるという考え方でいいんじゃないかなと思いますよね。では失礼します。